するしない。どうも、ありがとう。サイコです。高坂アルナです。本日はサイコイデアペアマッチ2020。はい、ペアマッチということは、はるちゃんはお仕事でございます。はい、そして私は今年選手として参加するんですけど、コスプレが気になるよね、多分。もうそうだね、何やっとんねんね。すごいもんね、会場内ね。そうで、うちらもはるちゃんの今日のコスチュームは、はい、もうするしない大好きってことだね。そういうことです。ポンちゃんもね、はい、一緒にハルボ先生の、はい、はるちゃんのあのエロメガネが出てきたということになってます。そして私はもうプロクイーン2連覇ですから、もうティアラもつけちゃって、すごいよ、クイーンですよ。クイーン感がすごい。でも見て、4000円、これ超安いの。マジ今年は今年は安く済んだの、マジで。ありがとうございます。スプレー高いから。はい、なんだけど、あのね、今日ね、さやチャンネルさんとか、麻雀遊戯王さんとか、どえぐい撮影入ってす、シリアロさんとか、だからうちらはふわっと行こうと思う。今日はふわっと、でも仲間はこれ以上いない。ちょい、おはようございます。すごいね、あれ、なんか胸元が、おはようございます。なんか、全然入れてくれないから。なんかね、ブルーは反逆者で違うところなんですけど、今日はね、ちょっとね、1キロ背負ってる、背負ってる、やばいでしょ、これ。最高にしたのライブ披露してくれ。でもほら見て、そう、優しいの、潰しない、潰しない、潰しない。なんか、スタマタしてるんだね。そうだよね、スタマタ。怖いと思う、してねえわ。え、打つんですか。打ちます、打ちます。じゃあ今日は、もうハルちゃんが打てないんで、ドッポリオンが後で、わかる、機械なのよ。なんで、ここで成績勝負でもしますか。またもうやだよ、俺。ここならいいでしょ。ちなみにチームメイト誰ですか。チームメイトはうちの社長です。あら、強い。ダイゴさんじゃない。いや、あ、社長か。うちもっとやばいよ、最強位だから。鈴木大輔さんだ。マジで、やば、めっちゃ強いじゃん。じゃあ、もうね、ブルーとひなたで戦おうと思います。ブルーとピンクで、はい、成績で。私は応援します。じゃあ、走り回ってる。じゃあ、ペアマッチの雰囲気をまずはお楽しみください。ちょっと裏の色みたいな、ね、髪型もなんかひなたやりそうだし、めっちゃかわいい。余計なのが違う。かわいい。戦いますよ。あれフェアでしたっけ。もらったの。もらい物なんですか。そう、めちゃくちゃ優しいよね。私タピオカ飲んでる間強いから。マジ、そうFリーグも飲めないから、だから弱いの。これより新年恒例最高位戦ペアマッチ2020を開始いたします。まずは東海代表新月義より新年のご挨拶と合わせまして開会宣言をさせていただきます。皆さん、個人個人ね、なんていうかな、最高の気持ちでおもてなしっていうのかな、ホスピタリティっていうのかな、そんな感じでやっていきたいと思うんで、よろしくお願いします。さあ、それでは参りましょう。最高位戦フェアマッチ第1回戦東海スタート。バラトレもさらけに。うん、私より体重いのいますけどね。最高位、坂本正史選手。坂本正史選手。なんか一緒に写っといていいですか。上がってもいないのに。真ん中は特に何もない。それではですね、今回ご参加いただいている著名人の方、台本通りやらせてください。真面目なんで、私やったんじゃない。頑張ってくださ
もしタイトルホルダーが取っちゃった場合、4人ペア、4人ペアを差し上げますので、到着した方は、今すぐおやりしてください。おはようございます。おはようございます。おはようございます。いつもお世話になっております。趣味は幅広く、マーシャルプロとも多くの交流がございます。昨年だったり、ずっと待機してさすがにエムリーガーだったらここで決めてくれるんだろうなと思ってやかましいわこちらはエムリーガー赤坂ドリブンズ園田健志の宅を今ちょっと覗きに行きました。園田健志さてはラスウェイです一応自己紹介を最高位日本プロ麻雀協会の宅エムリーガー大吾です。よろしくお願いします。それでは中田さんお願いします。失礼します。なんだこの光景なんか嫌だ女子会のお二人ですね。おはようございま す, います何のコスプレですか、ね、僕は動けないピエロ。私は普通のピエロです。今日は、はい、お二人司会ということで司会ですね、はい、結構練習してきてカラオケボックスにこもって何も歌わずひたすら原稿を読み当ててみた。めちゃめちゃ真面目にめちゃめちゃ真面目に練習しました。何のコスプレか教えていただいても。いやもう僕はもう分かりますよね。逆に僕は感じ、何だと思います。オバキューなんか映画でおっさんピカチュウみたいなあったやつあったね、うん、それなんか1回戦で終わったら顔ちょっとかってきましたやばいわやばい1回戦でそれはやばいペースがね俺だお疲れ様でした。